板チョコだよ、板チョコ。公演でした。君への生誕祭でした。うん、コップかわいいよね、これ。これはファンの人にお土産でもらったやつです。このデカサイズがいいの。こんばんは。みんなも一日お疲れ様。今日は君への生誕祭でした。ありがとうございました。ちょっとまだ声が本調子じゃなくて、ちょっとねかすれてて、本番前もなんかうわ怪しいぞってなって、いろいろ役割を変えてもらったりしちゃって、助けてもらいました、メンバーに。声がかすれちゃうんだよね、まだちょっとちょいハスキーになってて。今日の朝病院行こうとしたけど起きれず行けなかったです。こんばんは。君への生誕祭でね、君へのファンの人たちが優しいからさ、多分何しても微笑んで優しく笑ってくれる人たちで、すごい前半 MC っていうんですか、アンコール明けの MC でやりたい放題しちゃいました。すみません、本当にすいません、本当に子供みたいなことやっちゃって。でもそう、ずっとね喉飴舐めてた、マヌカハニー舐めてた。あーそう、今日はあとね君への生誕祭の司会で、まさかのびっくり、自分でもだったんですけど、なんかうまく締めれなかったから申し訳ない。でもなんか今コメントでさ褒めてもらえてなんか嬉しいかも。でもちょっと私的には全然うまく締めれなかった。あ、劇場いた人もいるっぽいね。ありがとう、楽しかった公演。そうだよ、2日連続なの。明日も手伝って公園行きます。楽しみ。収入聞いたの笑ったね。本当にやりたい放題だよね。あのままさ聞かずに終わりよってやってんけど、まさかのノリがいいファンの方っていうの、なんかサービス精神すごい高めのファンの方がいて。